チームとも最初のポジションの得点に結びつけるのができなかった苦しい体勢、まあ、古川がもらってバスケットですね、エンドワンです、というふうに思いますね。再びブースターが立ち上がりました。まだゴールが決まっていない信州、マケンリーに渡る、いいですね。信州初得点はアンソニー・マケンリーです。生原が打っていきます。ミドルよく入れましたね。決まってファールをもらった。ここは田口入ってきた、そして最後はザックでした。うまかったですね。伊藤康岡回転してザック、いいですね。再び先ほどと同じ康岡、そしてザックという、バチスタマイケルヘッドコーチも彼はスナイパーだなんていうふうに言ってました。いや、はい、スイープで入りますシュート上手ですね。通った、そしてファールもらった。今のプレー三井のファールでエンドワンです。最後レスリングアタック、ここは北のボールになる。ヒットです。信州もスタートの5人です。これです、これです。長谷川奪った、そうですね、これですね。そして古川、ショットクロックがなくなってきた。ヒットの3、大きいですね。来ましたね。今の信州今いいディフェンスしてるんですよ。ただここ残りあと1秒なんです。やっと来てくれたかって感じですね。そうですよね。マケリ選手、これ2回目ですね。強気にこの攻めてもいいかなと思いますね。そうですか。栗原に対して2人、秋野がよく決めました。よく決めました。三井です。打てなかった、これもファール。いいですね、いいアタックですね。2度チャレンジしました。ここです。サイモン選手渡れば面白いなと思いますけどね。サイドインバウンド14秒からショットクロック、ハーフコート、サイモンに渡った、打っていく、サイモンのスリーきた、サイモンのスリーきた、やり返した。いやー、決まったね。結構自分は緊張しいなんだと、結構緊張するんですよなんて話をしてたんですけど、この場面でこう打ち切るこの経験値を出せるかどうか、ここですよね。これ、もらった、ザック、フックシュート落ちた。今度はディフェンス、秋田ここ大事ですね。これ2点でもいいので取れば大きいですね。そうですよね、話しますよね。古川入ってきた、ステップ踏んで決めた。落ちた。さあここから時計が動きますが、ここでタイムアップ。